よろしいですか。あとドナルド・キーンさんのあのね、朝日の夕刊の文楽に対する評価っていうのは最低な評価というか評論というか、全くやっぱりああいう人たちっていうのは事実をちゃんと勉強してないんでしょうね。文楽についてだけ観客動員数で観客動員数で補助金出す出さないを文楽だけに当てはめるのはアンフェアだと。ドナルド・キーンさん、もうちょっと大阪市役所の資料をちゃんと読んでくださいよと。ある一定の指標を持って文化行政のその補助金出す出さない評価をするっていうのは、これセンチュリー交響楽団でも、センチュリーじゃない、ダイフィルの方でもやってますよ、これは。それから和波上方の時だって観客動員数ある程度指標を示したりとかね。それは僕は文化行政、文化の補助金というのはドナルド・キーンさんはああいうふうに言うけれども、既得権化している今の現状というものを全くご存じないのかなというふうに思ってましたね。一定のルールを作ってしっかり評価をする、これはもう税を使う以上は当たり前です。それは文楽こそ、ドナルド・キーンさんは文楽に対してアンフェアだと言うけども、文楽こそ不公平な形でこれ補助金、税の投入受けてますよ。他の補助金行政見てください。そんな前年度渡したものを無条件で今年度も渡し続けるなんていうのは文化の世界だけですよ。だから文化行政こそね、文化補助金こそ既得権の塊なんですから、それをきちっとルールを透明化して客観化して、そしてそれを評価する第三者機関を作って、その中でしっかり審査を受けながら補助金をもらうっていう、それ文化だからって特権化したらダメですよ。それもうちょっとドナルド・キーンさんも勉強してもらいたいなと思いますね。今記事でちょっと、そのコメント自体はそうだったんですが、問題意識としてはやっぱりその、集客連動型について全面的に主として批判的に見ているというよりは、やっぱその本公演と地方公演と、その教会が手の届く範囲の連動型なのかというところの問題提起をしたかったんですが、ちょっとそこのところがそうしたら国の制度 の, 今の文楽のこの仕組み自体について深掘りして言わないとダメです。僕は国に対して言ってるんですが、集客ゾーンになった時にきちんと今文楽劇場が全部収入をこれ得て、観客増やそうが増やすまいが定額 の, その報酬しか議員の方には来ない仕組みになってるんでね、その集客連動型、これも完全集客連動型じゃなくてある程度の集客連動型っていうのはやらないとですね、そんなの何もその指標もない中で去年もらったお金をそのままもらえるなんて言ったら、これ文楽の世界というか文化の世界だけですよ、こんなことがまかり通ってるのは。それはどの補助金だって評価があって、一定の指標があって、評価があって PDCA 回すっていうのは税投入である以上、これはもう当たり前の話なんですから。だからあとはその指標の作り方とか設定の仕方とか、そこがおかしいというんだったらそれを大いに議論するところだと思いますよ。10万何千人って10万5000ってあの数字自体がやっぱりどうなんだっていう議論はね、それはいろいろあるけれども、でもそれは一定の議論の積み重ねによって設定されたことなんだから、まあ、仕方ないじゃないですか。だからそこを批判するんだったらドナルド・キーンさんが大阪市の特別参与になってくれればいいんです。いつでもお迎えしますよ。いっぺん制度を作ってくれればいいんです。これを作るのに1年ぐらいかけてね、この制度を作って、文楽に対する補助金の問題点、さまざまなことが上がってきて、そしてこういう形に、決定したという、そういう経緯を全部ね、何も見ずに、とにかくおかしいっていうのはね、ドナルド・キーンさんもこんなもんなのかなと思って、もうがっかりしましたけどね。あとはやはりその市役所としても、去年市長は、例えば国に対してとか、あとその単に補助金出すのではなくて、大阪市としても金は出すけど口は出すというふうにですね、ある程度そういうコミットしていくというようなことをおっしゃったと思うんですが、部局がほとんど何も動いてないということについて、いわゆる指摘したい記事でもあったんですけれども、部局が動いてないと、例えば国に対して何か問題点を指摘したりとかですね。国が動くわけないじゃないですか、そんなの。だからそれをやるために国政政党を作ったようですが、日本維新の会でまた問題提起はしていきますけど、そんなの市役所が何か言ったところで国全体のシステムなんか変わってないじゃないですか。そんな政治なんて甘いもんじゃないんですか。だからそれが問題なんだったら、それこそ教育委員会の判断を覆したぐらいな、裸足の弦の判断を覆したぐらいに、もっとキャンペーン張って文化行政、文化補助金の問題点をどんどん深掘りしていってですね、
今の国の制度がおかしいんですから、あの文楽の公演から何からを、あれまたドナルド・キーンさんも何も知らないんだなと思いましたけど、なんか曽根崎心中の人気演目を増やしたらいいって、もうびっくりしましたね。簡単に増やせられるんだったら増やしたいです。あれ演目から何から全部決められ、劇場で決められるんですか。で東京と大阪で演目決められて、技芸員がそれをこなして一定の報酬を得ると、観客が増えようが減ろうが、まさに一定の金額を保証を受ける、こんなのじゃ文化なんか守れるわけないじゃないですか。だから今度は今また池末さんよがいろいろやってますけども、僕はお目にかかったことないですけども、杉本文楽の杉本さんがいろんな試みっていうかチャレンジしてますけどもね、ああいうような要素も加えながらね、文化を守るっていうのはお金だけを投じていたら文化なんか守れませんよっていうことはやっぱりドラムのキーンさんも分かってもらいたいですね。そのためにいろんな工夫して、ダイビルの下って和派髪型だっていろんな批判を受けながらでもきちっとルールを作って透明化して、戦略を持った補助金の使い方をして、文化を守るだけじゃなくてきちっと進行していこうということでね、アーツカウンシルも作ってやってるんですから、これは10万5000という数字がいいのか悪いのかって正念場って、それは合意してあの中で議論積み重ねてそれでいくっていうふうに決定したんですから、そしたら責任を持ってもらわなきゃ、あの文楽のこの当事者も無理なんだったら無理で、そこで議論をやっていろいろ、目標値について、議論したらいいわけじゃないですか。民主的なプロセスでずっとこれ議論積み重ねてきて、で自分のところで目標設定してですよ、でそれ達成できないからその制度が、ね、悪いなんて言ったら、こんなのもう人事評価制度だってなんだって成り立てないじゃないですか。みんながそれ目標を自分たちの目標設定して、でそれで目標クリアすれば当然ボーナスも増える、目標クリアできなかったら頑張らなきゃいけない、こんなの当たり前のことじゃないですか。だからそしたらそれは人数のところの設定が悪かったのか、文楽細胞の方に何か問題があったのか、そういうことを検証していくのがまさに PDCA で、今まではそういう指標も何にもなかったから、ただ単に前年度渡してた補助金を今年度ももらえる、だから文楽はこんなふうな状態になってしまったわけです。だから今回10万5000人の設定をしたわけですから、達成できなかったっていったら何が問題なのか、どこに原因があるのか、それを検証し始めますよ。それが PDCA で、そういうことが組織を動かすってことなんでね。